でも最悪だからレスキュー隊呼ぶとかになります。僕はもうあのねすごい怒ってることがあるんです。今日え何怒ってる、とんでもないことが起きて、今日今日起きたの、今日起きた、もう本当にこれはもうおこでおこ案件めちゃくちゃ。いや、そうだって今日だって、いや今日僕が撮影終わってサウナに行こうとして、早めに家を出ようと思ってサウナにウキウキしながら出かけたわけですよ。そしたら家を出ようと思ったら家の扉の前にめちゃくちゃ荷物積み上げられてて、マジで扉開かないんですよ本当に。え、なんで宅配便があるじゃないですか。置き配。置き配がドアの前に積んであったの。置き配が6箱ぐらい大きい段ボールがドアの前に積んであって、うん、で、それがもう5センチぐらいしか開かないんですよ。どんだけ本当に押しても。どうしようって思って。どうしたの？本当にどうしようって置き配されすぎて、しかも本当に押しても引けども押せども、びくともしないんですよ。なんかちょうど引っかかっちゃって、外の壁と。開けようとしたら、はい。だから家の中に監禁されちゃったんですよ、僕。マジ？これどうするのが正解だと思うんですよ。だから僕もう誰かに電話して来てもらう、だからそれこそボンさんに電話して来てもらうとか、どうしようと思って、本当にもう本当にどうしようもねえから、ベランダから飛び降りて、外から荷物を、とか、いろいろ考えますわな、それは。そう。でも、最悪だから、レスキュー隊呼ぶとかなりますよね。レスキュー隊はやりすぎ。いや、でも、もうどうしようもないから、だって、どうするもミルクピエも家の中いるから。え、どうしたのそれで。え、いや、だから、どうしようと思って、本当に。10分ぐらい、こう、ね、傘突っ込んで、家の中から傘でこう、荷物ずれないかとかずっとやってるんですけど、びくともしなくて。いや、もう監禁事件だ、つって。たらちょうどお隣さんが通りかかってくれて、はい。で僕はドア開かないドアの中からすいませんっつってすいませんちょっと荷物引っかかってちょっと出れないんで、すいませんちょっと荷物ずらしてもらっていいですかっつって大声で叫んだら来てくれて、お隣さんが。どかしてくれて、どっか声が聞こえたかびっくりしたわーとか言って隣さんに言われて、お隣さんもびっくりするよね。びっくりだよね、家に積まれてね。いやでも10分でお隣さん来てくれたからよかったですけど、ね、もう本当に監禁されてる可能性ありますから、ね、もう一生僕外出れない体になってた可能性ありますね。いやー惜しかったな。惜しかった。いや、何でもないです。惜しかったって言いました。惜しくはないです。助かった、助かった。助かりました。いや、もう助かった。ウーバー呼べばよかった。いや、だからそう、本当にもうそのレベルよ。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。よければチャンネル登録